はい、皆さんこんばんは。今日は2023年10月、28日ですね。日本製のアナグラムですね。ミルハルマくんが日本製の中にですね、残したこの暗号を今ね、47都道府県、紐解いてやっているんですけど、今、まあ、九州に入ったところでね、ちょっといろんな気づきが、出てきて、で、これかなりね、まあ、衝撃的な内容も出てきて、自分がちょっとそれをね、いろいろこう、まあ、見ながら、まあ、自分なりに考察しながら紐解いていっているところなんですけども、そのところでね、ちょっとね、なんか、体調がすごくね、なんか急に、思わしくなくて、まあ、とにかくちょっと喉やられてるんですよね。すごい咳が出るというか。まあ、あまり、すごくね、内容がね、いいことじゃないじゃないですか。だから、その辺にちょっと向き合っていると、かなり自分も、なんかこう、元気をね、吸い取られているような、まあ、わかりやすく言うと、こう、疲弊しているというかね、心がね。で、まあ、身体にもちょっと影響が出てきてるかなっていうところで、で、まあ、本当最初決めたんでね、47都道府県やるっていうのは、これは、やりきりたいなと思ってるんですけど、この47都道府県がですね、終わってから、の次のステージなんですよ、実は。この日本製の、核心に迫るところっていうのは。で、もうそれをちょっと、見ちゃっていて、本当にすごいです。衝撃的な、今の内容以上より衝撃的なことの数々が、本当目に見える形で、分かってきていて、で、まあそれもね、自分がやっていくっていうふうに、まあ、こう、皆さんにお伝えはしていたんですけど、ちょっとね、どこまでできるんだろうって少し今、不安です。自分のね、ちょっと、体調も含め、ちょっと不安です。どこまでできるんだろうって。でも、これって、まあ、はるまくんが、命をかけてね、残したかった、来世に、未来に残したかったメッセージだと思うんですよ。ですね、自分が、まあ、こんなことで、へこたれてちゃいけないなって、すごく思ってて、自分しかできないこともあるだろうし、うん、最後まで、自分なりにやっていこうかなと思うんで、ぜひね、皆さんの、まあ、お力ではないですけど、ぜひね、最後まで見ていただけたらなとは思っています。で、まあ、その衝撃的な内容っていうのは、まあ、47都道府県終わってからね、皆さんにお伝えしていこうとは思うんですけど、一回ではね、お伝えできないんです、それは。何回かに分けて、じゃないと、なかなか、ちょっと分かりにくくて、結構複雑で、内容も濃いので、なかなかいっぺんにこう、まとめて話すと、時間も足りないし、自分もちょっとね、体力の限界かなっていうところもあったりするので、まあ、しっかり皆さんに分かりやすいようにね、自分の体調もちょっと見ていきながら、小出しで、やっていこうかなと、思ってます。まあ、すいません、ちょっと、弱気というか、ちょっとね、そんな部分をちょっと見せるような動画になってしまって申し訳ないです。ただ、いずれにしろね、やりきるって決めたんで、最後までやりきりたいなと、思います。はい。
また体調が良くなればね、こんなことはないとは思うんですけど、最近ね、ライブ配信とかもちょっと、皆さんにね、ちょっと、配信できてないなっていう部分もあったりして、申し訳ないなと思ってはいるんですけど、まあ、体調に合わせながら、まあ、皆さんと時間共有していきたいなと思ってます。はい。まあ、何が、言いたかったかっていうとですね、まあ、とにかく、自分も覚悟してこれをやっているので、どんなね、外部からの圧力とか、自分のこう体調とかをこうね、悪くさせるような人たちが現れようとも、それに屈せず、私はやりきると、最後まで。というところを、ちょっとこの動画では、お伝えをしたかったです。で、あと最後まで皆さんにね、応援してもらえたらなと思いますんで、どうぞよろしくお願いします。ということで、ハルカツチャンネルより、今ちょっと近況報告でした。また、お会いしましょう。よろしくお願いします。